いやーすいませんでした何のことかわからないという方ですねあのー、ちょっと今日のエペ祭りというねエーペクスの大会のアーカイブをご覧くださいちょっともう手震えるわいやねー本当にもうもう何も無力なんだなというのを痛感しました 結局チーム順位は9位だったんですけど20チーム中だからね大江ちゃんはソロで頑張って男くんはね俺らにか力の最後クレーバーで3度手してそれまでもね神がかったオーダーで導いてくれた俺たちを。 何もなしやなかった本当に何もなしやなかったなというふうにもう無力感でいっぱいですすいませんいやなんかねオリックスがねそう日本一決めたしかも日本一シーズン進出決めたししかもあの俺の推しである中川啓太がサヨナラ決めたっていう情報は入ってきていたんですけどもちょっと そういったことすらもう耳に入らないぐらいちょっとメンタルがちょっと壊されたというかメンタルというかそのもう無力感というか自分が本当に何もできない人間だなっていうのを痛感してしまってただそのこの苦しい気持ちを吐露したいなという思いでニコナモをつけさせてもらいました。 いやでも本当に幸く君のあのプレイングがあの大会でフューチャーされてよかったうーんあれもう本当にな泣いちゃったんですよね泣いちゃったいやうーんいやあれ見ててマジで自然と涙こぼれてきたでもだ,だからその後復活して なん,とかなんとか雪き君を助けたろうと思ってちょっと前前のめりになって突っ込んだらきっちりやられた、うん、前回の豊き男がね俺の中ですごい思い出として思い出として美化されてたのかなと思うそれを乗り換えてやろうと思ったけど 思ったんですけど。きっと僕の中での。リベリ大会記録は。というかもう僕自身が。前の方が頑張れてた。本当に申し訳ない。もちろん練習はしてましたけど、ずっと、今週。今週とか先週ぐらいか、二週間ぐらい。 だし俺おえちゃんとかゆきおくんの配信もずっと見てたんですよね配信とかしてない間にうんいやちょっと久々にちょっと心に来たわ今回のはちょっと土日終わったら動画休もうかな っていいうぐらいちょっと本当に心身に来てるいや結構もう心身に来てる今回のはちょっともう見てほしいんですもう見てください僕のストレスのストレスによる抜け毛で枕こんなんなっちゃってます 本当に,久々に答えた。く曲があんだけのことやってんのにだね親ちゃんもなんか12時間配信とかして頑張ってんのにその2人をもっとこういい思いさせてあげたかったなっていうかまあ、自分が結構二の次というか自分がっていうか人のためいやだからやっぱ言伊藤浩喜夫でいつもやるときなんか頑張りたいと思うんですよね。 二人に楽しい思いしてほしい、まあ、その上で自分も楽しい思い,をやれば思いできれば一番いいんですけどそれがちょっと本当に自分の思ってた以上にできなさすぎてそれではい心も体も壊れましたでやっぱ本当に俺は頭が悪いんだなってのを痛感いたしまして やっぱエイペックス頭が良くないとうまくなれないんだなっていうのをちょっと思っちゃったんですよね。本当に何も考えられてなかったというか敵いたら適当に突っ込んで逃げて突っ込むか逃げるかでやっぱ FPS というか銃を撃つゲームの全般の基本なんですけど 遮蔽物を使って打ち合うっていうのが僕もう2年近くやって全くできないのでやっぱ僕は本当頭が悪いんだなっていうのをちょっともう申い出されちゃいましたみんなすげえでも俺はやっぱこの60人の中で一番エイペクス強いのはユ君だと思ったしそのユキ君のスーパープレイがフューチャーされて本当そこはもう俺の中でもう本当にうん こっちの幸いでしたね <laughs> もっと輝かしたかったな指が曲がんない神経が壊れたかもんこれ指しかもなんか俺指パンパンじゃねあれちょっと待って俺こ,ん俺こんな指パンパンだったっけ クリンパンパみたいな手になっちゃうねんやばいしかもふなんか震えが止まらん神経痛感ちょっと明日病院行ってこうかなやはり俺大阪行くとかとか行っておくゆ大阪行くかとか言わ前まず病院行かなきゃ病院に行きます うん、あの心と体の病院両方行っておきますねあとちゃんと脳外科にも行ってくるいやちょっともうダメだこれもうマスカート握れないんじゃないかなこれ楽しい週末をお過ごしください旅に出てきます 探さないでください。